皆さんこんにちは、犬ぷんチャンネル犬ぷんです。皆さんチャンネル登録はお済みでしょうか？まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、それでは早速なんですけども、今回の動画に関してはちょっとしたお知らせと、犬ぷんのちょっと個人的な考察というか期待感を込めてのお話をしたいなと思います。はい、でも画面に映ってるんですけども、こちら、ことぶき屋さんですね。フィギュアメーカーとしても有名な会社さんなんですけども、メールが届きまして、このようなご案内がありました。で、早速ちょっと読み上げていくんですが、再生産商品、商品価格改定、かっこ値上げのお知らせ。背景、地価ますますご精鋭のこととお喜び申し上げます。平素は格別の引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。さて、昨今の原油、物流費の高騰、製造拠点、中国の感染防止対策による資材供給への影響、加えて急激な円安により、商品の調達コストが著しく上昇しております。弊社といたしましても、経費削減や生産コストの抑制など、商品価格への転嫁を食い止めるよう、最大限の努力を重ねてまいりましたが、自助努力では吸収することができず、現行の価格を維持することが困難な状況となりました。つきましては、誠に不本意ではございますが、今後ご案内させていただきます再生産商品につきまして、順次商品価格を改定させていただくこととなりました。今後も良質な商品を継続してお届けし、お客様にご満足いただける商品の提供に努めてまいりますので、何卒ご理解いただき、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。なお、本件につきましてご不明な点などございましたら、お手数ですが下記弊社お客様相談センターまでご連絡くださいますようお願い申し上げます、というような、ご案内が届きました。で、こちらね、メインはその商品のね、値上げということで、フィギュアに限らず一般のね、食材とかだもそうですし、同じエンタメ業界だったらいろんなグッズ関係は全般的にね、この影響を受けていて、値上げとかっていうのは多分あると思います。よくね、話題に上がるフィギュアの他にアクスタとかね、そういうのもそうだと思います。で、今回ちょっと注目したいのは、この中にあるこちらの文章ですね。今後ご案内させていただきます再生産商品につきまして、再生産商品につきまして、順次商品価格を改定させていただくことになりましたっていうふうになります。こちらにね、関して値上げがあるということになってるんですけども、値上げってなるとちょっと待てよっていうね、消費者の負担が大きくなるから、厳しいんじゃないかなっていう思われる方もいらっしゃると思うんですけども、再生産商品ってことは、もしかしたら人気があってすぐ売り切れちゃった商品が再販するんじゃないかと、そういうちょっとね、憶測が出てきます。で、今旬なネタでお話しすると、こちら五等分の花嫁のフィギュアですね。スケールフィギュアとしては、わりかし早い段階でこのことぶき屋さんが展開してきたんじゃないかなと思います。去年かな、再販もしていたような気がします。ちょっとごめんなさい、間違ってたら申し訳ないんですけども、それだけね、ちょっと人気のある商品っていうこともあって、フリマ相場とかだとこの1万後半から2万超え、特に大人気のミクとかに関して言うと2万超えとか普通に当たり前だったりとかする、そういったような人気商品になります。で、こちら画面に映ってるんですけども、この五等分の花嫁の5つ子ちゃんのフィギュアに関して言うと、定価税込みでも1万2000円ぐらいなんですよ。なので今の相場感から考えると、全然安いんですよね、普通に定価で買うと。で、これがもし、再販されて、多少なり値上げ2割なのか3割なのか、ある程度その、5割仮にね、上がったとしても、2万超えはないのかなっていうところなので、スケールフィギュアという面で、この価格で買えるとなると、かなりお得だし、まだ五等分の花嫁のスケールフィギュアっていうのは少ないですから、もし出てきたらこれは大チャンスじゃないかなと思います。ちょっとね、確定した情報ではないですし、あくまで、憶測ですね。もしかしたら全然違うタイトルのね、商品になるかもしれないんで、ちょっとそこはね、ご留意いただきたいなと思いますけども、
人気が出てきたコンテンツとかってものに関して言うと、まあ、結構いろんなメーカーさん食いつきますので、可能性としてはあるんじゃないかなというふうに犬ぷん個人的な、まあ、期待を持っています。はい。ということで、ちょっと短いね、ご案内動画となってしまったんですけれども、本日の動画は以上となります。この再生産商品がね、何になるか、ほんと楽しみですね。この動画が面白いなと思った方は、高評価、またはコメント。また、まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。バイバーイ。バイバーイ。